腰の筋肉ってここからここまでくっついてるんですね、はい、でね、ここってこの辺、集中的に緩めてあげるとこの辺からの疲れが取れてくれるんですよ、うん、私がわざわざ説明したということは痛いですよ、痛いんですよ、そうそう、本当にモンゼス生態三信です。これからね、またね、音声によってね、話していこうかなと思ってます。今ね、大臀筋、まあ大臀筋、中臀筋、とかね、そのね、お尻の筋肉の付け根みたいな場所を押さえてます。で、筋肉っていうのはね、なんていうんですかね、筋肉の付け根、ちょうどね、関節の付け根のあたりがね、一番凝る場所なんですね。で、長時間座ってる方とか、長時間運転されてる方、また長時間立ってる方もそうですね。がね、今ね、押さえてる場所、この場所がね、やっぱりね、とっても硬くなっちゃう場所なんですね。ですからね、ここの場所をしっかりと緩めてあげると、腰痛だったり、膝痛だったりとか、足に関するね、疲れとか、あとね、背中の疲れもね、ここね、結構取れてくれたりするしますね。今回の方ね、痛がってますけれども、そんなにね、ギャーギャー言うほど、ちょっとなんかストップ入ってますけど、まあいいや。そんな感じで痛くなる場所ですから、ここの場所っていうのはね、とってもね、足からね、足の疲れにもよく効くんですよ、みたいな話をさせてもらってます。で、ここをね、やっぱりね、しっかり緩めてあげると、かなり効果的なんですよね。なのでね、こうやってね、顔隠されてるけど、ちょっと痛いのが伝わってきますね。ちょっとね、後で音声を少しだけ入れておこうかななんて思っていますから、やってみましょうかね。で、ここの場所をしっかり緩めてあげると、本当にね、腰痛が取れます。もしねご自身でやられるのであれば、何野球ボールとか、テニスボールを置いてそこの上にゴロゴロ乗ってあげたりとかするとこの辺が疲れが取れてくれたりとかします。またね、ストレッチボールとか骨盤職人とかなんかいろんなね機材マッサージガンなんかでも押さえてみてもいいですし、私の最近の動画ではねそういう風なねこれをやってみたらこれが取れたみたいなこともねとちょっと載せてってますから、ショート動画ですけれどもそっちの方を見ていただいたらもう効果的になると思います。っていうかなりますからやってください。でまあここをねしっかり緩めようと思ったらね今の季節夏場の時期なんかはねクーラーが冷えすぎててそれでね足腰が冷えてしまってで腰痛になったりする人って実はね結構多数いるんですよね。なのでねそういう方の、を防ぐためにはこれねしっかり押さえてあげてみてもいいかもしれませんね。でここをねあとね硬くなりやすい理由としてねもう一つね椅子に座った時に足を組むみたいな作業をされたりとかされるとどうしてもね硬くなりやすいんですよね。でそれはね本当はねできればね椅子に座った時に足を組まないようにしてもらうようにするといいんですけれどもこのね癖っていうのはねなかなか取れないんですよ。でこの癖が取れないのであとね、できるだけね腰痛がある人はね足を組まないようにね椅子を座っていただくっていうことに心がけていただくこととあとはね男性とか、まあ、女性も最近多いのかな後ろポケットに財布を入れたりとかスマホを入れたりとか結構ね物を入れたりとかする人これもねちょっとねやめていただいた方がいいです。というのはね後ろポケットに財布とか入れたまま歩くぐらいだったらいいんですけれどもそれをね気にせず座っちゃったりすると足の何て言うの段差ができてしまってそこがね硬くなってしまうんですよね。でそれによって腰痛が引き起こされたりとかすることっていうのはね結構多いんですよね。なのでそれをねもしされてる方私やってるわっていう風な自覚がある人はそれをね少しやめてみてください。そうするとね腰痛がね劇的に改善されたりとかしたりしますからぜひね気をつけてやってみるようにしてみてください。でまああとはね靴がね、後ろの、かかとが減りが早い人とかそういう方はね靴をねもう早めにね買い替えてあげてください。自分の体に、ね、少しねお金を投資してみるっていうのも一つのねコストパフォーマンスっていうかねパフォーマンスを上げる上ではとっても重要なことだったりしますのでそこをねしっかりしていただければいいんじゃないかなって思ったりします。ちなみに悶絶整体三信も私ですね私も、ここの場所は硬くなることっていうのはそんなにないんですけれどもやっぱりね後ろポケットに物は入れないようにとか、だから斜めのコサッシュですかそれに物を入れて、持ち歩くようにしてたりとかします。
ですからね、できるだけね、体にね、身につけないようにする。あまりね、私なんか身につけたりとかすると逆に背中とかが凝っちゃったりとか腰が痛くなっちゃったりとかしますね。はい、今日はこんな感じで、ね、痛かったやつを見ることができました。でも、まあ、この方ね、結構ね、あまり叫ばれない方だったので、今回はこんな感じかな。で、このね、やっぱり背中のお尻の部分をしっかり緩めてあげると、やっぱりね、体がね、しっかり緩んでくれて、背中が緩んでくれます。で、緩んでくれた背中を今から触っていくんですけども、触るとね、やっぱりお尻を緩めた後だったら背中を触るとほら柔らかいでしょうみたいな、ほら少し柔らかみが出てますよね。そんな感じでね、肉を叩いてしっかり緩めたよっていう風な感じの動画になっておりました。で、これをね、やっぱりね、体験してみたい方は覚悟を決めてね、悶絶整体みつのぶの方にご予約いただければいいんじゃないかなと思っております。では、これからね、背中の方始まっていきますけれども、この動画はまたね、違う動画の方にしていこうかなと思います。で、この肩甲骨のところとかもね、皆さん凝ってる人はね、またね、こうやってね、見ていただければなと思います。次の動画をチェックしてください。以上、悶絶整体みつのぶでした。またね。